柏台車両センターは、神奈川県海老名市にある、相模鉄道の車両基地、車両工場である。本線柏台駅に隣接し、相鉄全車両の検査及び改造工事を担当しており、最大の車両基地を併設している。構内には、元上中山形状機器官車、波24号客車、徒歩400、6000系、2000系、ED10 系電気機関車が、 生体保存されている。2007年9月には、12月に、相模鉄道が、会社創立90周年を迎えるのを記念して、6001号車の、旧塗装化と6021号車や ED11、などの車体再塗装が行われた。その後、2018年3月には6001号車が、元の若サイロ塗装に戻されている。柏大工相鉄においても1万軽車両の、 導入に合わせて JR 東日本の新系列車両に適用する新保全体系による検査業務が行われている。ただし、相鉄では JR 東日本と異なる検査名称となっている。2021年3月31日時点で以下の所属車両営業運転及び事業用等 K43 編成の車両が所属している。また、相鉄、 JR 直通線を経由して、川越車両センター所属の e 2 3 3系7 0 0 0番台も、総鉄線に入線するため、本車両センターに一部編成が留置されることがある。総鉄が乗り入れる、また乗り入れ予定の路線にある、車両基地。ありがとうございます。